はい、今回は工面法について解説させていただきます。工面法というのはですね、フェノールの工業的な合成手法として非常に重要な反応です。テストでもよく出ますね。今回は工面法を徹底解説するということで、その反応機構と触媒、メリットデメリットについて丁寧に解説します。ではまずはですね、工面法とは何かから解説します。工面法とは、ベンゼンをイゾプロピルベンゼンを経由してフェノールに酸化する手法ですね。イゾプロピルベンゼンが工面とも呼ばれますので工面法と呼ばれます。で、後半で詳しく解説しますが、酸素を酸化剤に用いるという簡便さもあってですね、世界のフェノールの 90% 以上は工面法で作られているんですね。で、こんな工面法は3つの化学反応から成り立っています。で、ざっくり解説しますと、まず工面法の第一段階はベンゼンとプロピレンを三触媒存在下で反応させて工面を合成する段階ですね。で、三触媒には塩化アルミニウムやリン酸がよく使われます。で、第二段階は工面を微量のラジカル開始剤存在下、高温で酸素と反応させて工面ヒドロペルオキシドに酸化する段階ですね。で、最後の第三段階は三触媒を用いた加水分解によってフェノールを合成する段階ですね。で、こちらの三触媒には希硫酸がよく使われます。で、それではですね、これら3つの反応が具体的にどんな反応機構なのかを解説していきます。まずは第1段階の工面合成からですね。で、工面合成ではまず三触媒によってプロピレンがプロトン化されまして、カルボカチオン中間体が発生します。で、続いてベンゼンと反応するんですが、ベンゼンはですね、アルケンと同じように嗅覚性がありますので、カルボカチオンに嗅覚を液しますね。で、新たなカルボカチオン中間体が発生します。で、最後にですね、ここのプロトンがカウンターのアニオンによって脱プロトン化されることで三触媒が再生しながら工面が生成するという反応機構ですね。で、この反応はですね、フリーデルクラーツ反応という典型的な方向軸給電子置換反応の一種なんですね。で、この方向軸給電子置換反応に関しましては、また別途ですね、詳しい動画を出す予定なので、ここではこれ以上触れないでおきます。では次にですね、第2段階の工面ヒドロペルオキシド合成の反応機構を解説します。工面ヒドロペルオキシド合成はラジカル機構で進行するやや複雑な反応機構なんですね。なのでテストでは出にくいとは思うんですが、この機構を知っておくとですね、なぜわざわざ工面を経由してベンゼンを酸化しているのか、その理由がわかりますので解説しておきたいと思います。まずはラジカル開始剤が高温で分解してフリーラジカルが発生します。で、このフリーラジカルが工面のベンジ類の水素を引き抜きまして工面ラジカルを与えるんですね。工面を使う理由は、この工面ラジカルが安定な第3級のベンジルラジカルで発生しやすいからなんですね。ラジカルになりやすいと何が嬉しいのかと言いますと、ラジカルは反応性が高くて酸化反応が起こりやすいんですね。で、具体的にはこのベンジルラジカルは酸素に孵化しまして、ペルオキシラジカルに容易に酸化されるんですね。で、ちなみにですね、ペルオキシと言いますのは酸素酸素結合を表す言葉ですね。で、このペルオキシラジカルが今度は工面のベンジ類の水素を引き抜くことによって工面ヒドロペルオキシドが発生するんですね。で、この際ですね、工面ラジカルが再生しますので、同じラジカル反応が繰り返し起こることによって工面はすべてペルオキシドに変換されますね。つまりですね、ベンゼンを工面に変換したことで反応性の高いラジカルを発生させ、酸化反応を起こしやすくするというのが工面を経由する理由ですね。では最後にですね、第3段階の工面ヒドロペルオキシドの加水分解の機構を解説します。で、ここが一番テストで出やすいのでしっかりと押さえてくださいね。で、まずはですね、三触媒によって工面ヒドロペルオキシドの末端の酸素がプロトン化されましてオキソニウムが発生しますね。
で、この際ですね、この内側の酸素が優れた給電子材になるんですね。で、これなぜかというと、水という優れた脱力を有するからですね。よってですね、この内側の酸素原子へフェニル基が吸学交易するような形でフェニル基の電位反応が起こります。で、カルボカチオン中間体が発生しますね。で、このカルボカチオンは隣接している酸素原子によって表面安定化されていますので発生しやすいというのもこの電位反応を促進していますね。で、このようなですね、酸素原子に対する吸学交易は珍しい反応ですね。あまり見ないと思います。なのでテストで狙われやすいポイントなんですね。で、最後にカルボカチオン中間体が加水分解されます。まず水が吸学交易しまして新たなオキソニウムイオンが発生します。で、最後にこちらのプロトンが別の酸素原子にへと転移しまして手続く脱プロトン化から始まる分解反応によってですね、三色媒が再生しながらフェノールが得られますね。で、育成生物としましてはアセトンが発生するという反応機構になります。では続いてですね、数あるフェノール合成反応に比べたクメン法のメリットに関して説明します。クメン法のメリットの一つは反応条件が工業化に向いているという点ですね。で、これどういうことかと言いますと、クメン法以外のフェノール合成法は主に2つありますね。1つ目はベンゼンスルフォン酸塩に液体にした水酸化ナトリウムを高温で反応させて酸で後処理して合成する手法ですね。で、2つ目はグロロベンゼンに水酸化ナトリウム水溶液を高温高圧で反応させて、で、同じく酸で後処理して合成するという手法ですね。で、前者の手法は本来固体である水酸化ナトリウムを液体にするというのがすごく手間なんですね。つまり仕込みが大変というわけですね。で、またですね、反応後の水酸化ナトリウムの後処理も中和熱がたくさん出てしまって大変だというデメリットがありますね。また後者の手法は特に高圧条件が必要というのがデメリットですね。高圧に耐える装置を使うとなるとどうしてもコストが大きくなってしまいます。これらと比較しまして、クメン法の原料はただの酸素とほんの少しの開始剤および三色媒ですので仕込みも楽ですし、水酸化ナトリウムも使わないので後処理も楽だと。で、その上高圧にもしなくていいんですね。よって工業化しやすい製法と言えますので、フェノール合成の主流はクメン法なんですね。で、忘れてはいけないクメン法の2つ目のメリットは複製生物としてアセトンが得られるという点ですね。で、こちらのアセトンもですね、フェノールと同じく利用価値の高い化学物質なので、クメン法は一石二鳥の合成手法なんですね。で、そんな優秀なクメン法にもデメリットはあるんですね。何かと言いますと、クメン法のデメリットはフェノールができるまでのステップ数が多いという点ですね。これどういうことかと言いますと、理想的なフェノールの合成方法はベンゼンを直接酸化してフェノールを得るという方法ですね。これが最短ルートです。一方でクメン法でフェノールを合成する場合はベンゼンからクメンを合成し、クメンからクメンヒドロペルオキシドを合成し、さらに酸で加水分解する必要がありますね。このようにですね、クメン法は3段階もかけてフェノールを合成しますので、どうしても時間かかりますし、トータルの収率も下がってしまうんですね。まあ、とは言いますものの、ベンゼンを直接酸化するというのは非常に難しい反応なんですね。なぜなら、フェノールの方がベンゼンよりも酸化されやすいので、過剰な酸化反応が起こってしまって、選択性が悪い反応になってしまいます。よってクメン法が現状主流ではあるんですけれども、ベンゼンの直接酸化によるフェノール合成は盛んに研究されていますので、実現は近いと期待されています。なので、いつの日かこちらの反応に教科書が変わるかもしれませんね。では最後にまとめとして、今回の動画の重要ポイントを振り返りたいと思います。クメン法とは、ベンゼンからイソプロピルベンゼン、別名クメンを経由しましてフェノールを合成する手法ですね。で、クメン法は3つの化学反応から成り立っています。
不燃砲の第一段階はベンゼンとブロピレンを三触媒存在下で反応させてクメンを合成する段階で、第二段階はクメンを微量のラジカル化一剤存在下高温で酸素と反応させてクメンヒドロペロオキシドに変換する段階で、最後の第三段階は三触媒を用いた加水分解によってフェノールを合成する段階ですね。クメン砲の反応機構で最もテストに出やすいのが第3段階の反応機構ですね。第3段階ではまず三触媒によってクメンヒドロペルオキシドの末端の酸素がプロトン化されますね。でオキソニウム中間体が発生します。でこのオキソニウムの内側の酸素原子へフェニル基が吸学交易するような形でフェニル基の転移が起こってカルボカチオン中間体が発生します。このようなですね、酸素原子への吸学交易はなかなか起こらない珍しい反応でクメン砲のポイントですね。でなぜ今回起こるのかと言いますと、この酸素原子は水という優れた脱力を有していまして、吸電子的になっているからですね。でまたですね、このカルボカチオンは酸素原子によって表面安定化されていますので、発生しやすいというのもこの転移反応を促進していますね。で最後にカルボカチオンが加水分解されることでフェノールとアセトンが生成物として得られます。で他のフェノール合成法と比較したクメン法のメリットは2つあるんですね。1つ目は工業化しやすい手法であるという点ですね。クメン法は他の方法と比べると仕込みも後処理も楽ですし、高圧条件も不要ですね。で2つ目はアセトンが複製生物として得られるという点ですね。複製生物のアセトンもフェノールと同じく利用価値の高い化学物質ですね。一方でクメン砲のデメリットはフェノールができるまでのステップ数が多いという点ですね。理想的なフェノールの合成方法はベンゼンを直接酸化して合成するという手法なんですが、これに比べるとクメン砲は3段階もかけてフェノールを合成しますので、どうしても時間がかかりますし、トータルの収率も下がってしまいますね。レクメン法が現状フェノール合成の主流ではあるんですが、ベンゼンの直接酸化によるフェノール合成も盛んに研究されていますので、こちらが近いうちに主流になるかもしれませんね。はい、今回の動画は以上となります。最後までご清聴いただきありがとうございました。